JFK って誰か苦手ってありました？いや誰でも打たれへんかったからねですよね。サイン出して構えてるだけ。いやいやもっと深いことあんで、俺だって深いことやってるけどウィリアムスはへえ分かってても打たれへんからさ。いやあれはすごいね。上原コーチの雑談魂、雑談魂。ピッチャーの気持ちとか心理とかもちろん俺の気持ちもあんねんけど、若いキャッチャーって多分打たれたボールは消していってしまうの。どっちかってキャッチャーはまっすぐ打たれたらまっすぐじゃなくて変化球いっちゃうんやけど、ベテランキャッチャーになれば打たれたボールで抑えにいかないとこれずっと怖くなってしまうから、まっすぐで俺らでまっすぐ投げなかったらずっとまっすぐ怖い怖いになるから、そのバッターに早くその恐怖心取りたいから早くまっすぐ打たれたボールで入りたくなる。で大丈夫やでってお前のボール通用する、先にちょっと甘く入るだけは通用するでみたいな感じの方に持っていきたいから、だからベテランキャッチャーは多分打たれた球種で入るっていう傾向は。ベテランと若手じゃちょっと違うんですか？だから俺もキャッチャーバッターやってて、若いキャッチャーやったらまっすぐ打った、じゃあもう次変化球やなっていう読みで打席に立って、スライダー打った、スライダー打ったらまっすぐスライダー消えて、まあ、違うボールっていうパターンが俺らの時代やけど、その。このキャッチャー同じ打たれ方したら多分ベンチで怒られるのよ。まっすぐ打たれたらまたまっすぐ打たれやがってみたいなことを言われるっていうのがなんとなく俺も言われてきたし分かるから、そうなったら違う球種を選択するやろうなっていうのでこう打席に立つっていうことはやっぱり多いから、キャッチャー同士だから分かることと、まあ、ご自分が経験されてることを合わせてそうやって読んでいくんですね。そうそう、だから打った球種を消していけばどんどんこう縮まっていくんで、でコースもねインサイド打ったらインサイド消えるんで、だもうアウトコースかなっていうのでアウトコースも絞りやすくなるっていうので、ピッチャーからしたらもう投げる球ねえよってなってきますよね、だんだん。そうやって打たれると、だから逆に打たれたボールで早く次打ち取りたいなっていうのはベテランキャッチャーはそこの責任も、同じ打たれ方するかもしれんけどそこの責任を負いながらなんかいきたいなっていう。キャッチャーだと古田さんや谷繁さんってどうでした？どういう特徴ありました？谷繁はすごいやっぱり強気って維持になる。だから俺が森野に打たれたとこ同じ、はい、だから例えばうちに林君って台湾から来た子いたので、めちゃめちゃまっすぐ強い、でもそれで抑えたいな、フォークとかでこう抑えるんじゃなくてまっすぐで打たれたいから、打たれだしたら1日3本ぐらい打たれるの、まっすぐまっすぐまっすぐで俺が森野と同じように、だ傾向的には強気でいく。意地っぱりですでピッチャーを引っ張る力はすごいあるんちゃうかなって。逆に言うと、まあ、上原ぐらいレベル高かったら全然フォークのサインってどのカウントでも出せんねんけど、フォークって基本ボールにしてくれっていうサインやと思うから、例えば2ボール1ストライクでフォーク投げろって言ったらピッチャーでちょっと腕緩んだり、ストライクゾーンに投げたいなとか完全なボールなんの嫌やなってピッチャーシーンで怒ると思うねんけど、逆に谷繁はそこでフォーク来いって言って空振り取らしてあげたりして、いけるやろっていうのを教えていくタイプ。カカア殿下的な。俺とか古田さんはどっちか女房役的な、こうなんか支えていきたいなっていうようなキャッチャーだと思うので。寄り添い方が違うんですね。そう。だからそういうところでタイプが違うんで、古田さんだったらスライダー続くとスライダー続く傾向あるなとか。これもジョージマンやったらカーブボールカーブやなとか、変化球空振りまっすぐやなとか、それはキャッチャーによってこう傾向をやりながら勝負はしてるんで。だから谷繁さんささやきとかピッチャーね、自分の味方のピッチャーに怒ったりとかしてるみたいな。そうそう、返す球が入っていったりとかねあれは本当有名ですよね繁さんのは。そうだからそれで育つやつがやっぱりいるから、だからカカア殿下しか育てられへんピッチャーもやっぱりいるやん。こう引っ張っていってほしい、言われたように行きますみたいな旦那さん。だからそれはね、谷繁氏は育てられへんやつおるし、逆に言うと俺とか古田さん的なやつが育てられるやつもいるから、どっちがいい悪いではなくて。自分のキャッチャーでどうしたいかっていう、どっちを目指すかっていうところが違うだけのことで、ピッチャーもでもそれにはまるかどうかですよね。そう古田さん型なのか山田さん型なのか谷繁さん型なのかっていう相性だよね。だから若い時にどっち組むかっていうのは結構差あるんちゃうから、もう上原っていうのが出来上がってたらもうそんなんないやん。若い時はまだ出来上がってないから、ここでフォーク投げられるの抑えられへんぞっていうような若い子やったらやっぱり谷繁みたいなのが育つし、でも俺らはスライダー分かっててもこいつはスライダー投げれるコントロールあるとか、分かっててもこのボールの方がゴロでヒットやったらええわとか、なんかピッチャー心理というか投げやすいボールを選択してしまうっていうか、そこら辺はまあ差は出てきて、若い時のどう組むかは変わるのはあるんちゃうかな。矢野さんはささやき戦術は使ったりしてなかったんですか？俺してない。俺なんかやったらあかんのんちゃうかなとかなんかちょっとずるいな的な。確かに矢野さんないですね。あまり見たことないな。俺は逆によう喋らんかった。へえ、それはせえへんというか、まあ挨拶だけってなる。いやほんま挨拶だけ、うん、うちゃーとかおだーすとかおやらとかおだーすと入ってくるのいいっすみたいな感じでやるぐらいのことしか俺はしてない。で俺は喋るの嫌やったから、へえ、だから俺トレードで来てるから中1の選手と喋るのはそれこそ星野さんの教えじゃないけど、俺はすっごい嫌やって、はい、山崎武史とか同級生で仲良いも良かったのね、はい、で山崎と喋ると投げてるピッチャーは阪神の、まあ、例えば薮やったら薮は「おいおい武史と仲ええからお前配球ちょっと甘くしたんちゃうんか」って思う可能性もあるやん。あ、そっか。それ俺は払拭したいゼロでお前と俺は抑えたい、山崎武史であろうが昔仲良かったであろうが関係ない、だからインサート行くぞみたいな感じのリードをしたいから。うん、あんまり喋りたくない。中1の選手はもう喋らなかったし、はい、極端にインサイド行った。へー。あの時は山崎武史とかゴメスとか、それこそ井上和樹とか、はい、もうインサイド攻めて俺はもうお前と一緒に抑えたいんやっていう気持ちはなんか出したいっていうのもあったから。そうか、ピッチャーに信頼してもらえるために。喋るのはだから谷繁さんぐらいじゃないの？あの時代そうやと思うで。確かに。谷繁さん、まあ古田さんもたまに喋るけど。一番は谷繁さんかもしれない、ね。そうですね。いろんなゲストの方からやっぱ谷繁さんのお話聞くんですけど、やっぱ谷繁さん、うん、よく喋ってる、ね。そうですね。うん。ちなみに矢野さんがバッテリーをその組んでいた、まあピッチャーの中で、普段はすごいピッチャーなんだけど、どうしてもこのバッターだけはちょっと抑えられなかったなとかっていうそのなんか組み合わせみたいなのってありました？バッター、ピッチャーと。すごい。じゃあJFK って誰か苦手ってありました？いや誰でも打たれへんかったからねですよね。サイン出して構えてるだけって。いやいやもっと深いことあんで、俺だって深いことやってるけどもうあれはね誰がやっても抑えるぐらいのレベルのピッチャーやから。でも俺らの時代ってボール地面についても変えんでよかったやん。はい、ボールね。俺はピッチャー一人一人聞くのね。上原ボール変えた方がいいかとか、泥ついたらとかどうするって。俺は古いボールの方が好きやって、自分自身が。だからパンって当たってポンって変えられるのがすごい嫌やろなと思って、だからピッチャーによってどうしたいかっていうの聞いてて、ウィリアムスはドロドロの方が好きだ。へえ。汚れてる方が。どう違うんですか？いや新球ってやっぱちょっと滑りやすいボールも揉んでくれてんねんけど、土でちょっと揉みが甘いのは滑る時があるから、それよりはしっくりくる古いボールの方が。でも謙信とかね、バットに当たったらもう全部謙信ぐらいからみんなボールをもう抑えても変えるっていうのをやっていったけど、昔はそっちの人の方が多かったんちゃうかなと思うんだけど、ウィリアムスと組む時は俺はもう絶対変えへんので、ドロドロなってようが一旦返して、ジェフがウィリアムスが変えるか変えへんかお前が決めろよって。これだけでピッチャーストレスないのよ。俺が違うやつ組んだらパンって地面についてパッて見たらもうパンって審判に変えてくれってやるとピッチャーストレスない。それはもう結構キャッチャー聞かれるもんですか？聞かれるから、もう俺を全部返してもらってた。その一人ゴロアウト取ってファーストから帰ってくるでしょ、まあそれでボールが変形してる時があるんですよね。俺らの時なんか水野のなんかちょっと飛ぶボールだったじゃないですか、もうちょっと当たっただけでボールが変形してんのよ。俺はそれは嫌やったの。でも汚れてんのは嫌じゃなかった。変形が嫌やった俺は。そっか、そんな細かいとかやっぱ繊細ですね。ピッチャーそういう人多いと思うよ。いやもうそんなことしか俺はないから、例えば JFK とか組む時の構え方とか、ちょっとボールでもキャッチング粘るとか、なんか流さないとか、やっぱりピッチャーマウンドから見たら絶対自分びいきでいいとこ投げてるのって全部ストライクに思ってるから、それをパーンって流されるとピッチャーって多分嫌なんで、一緒にこう粘ってあげるって、あーって言いながらこう返してあげるだけのこの積み重ねだけでも多分ピッチャー違うから。もう構え方ですね。僕はね、構え方、僕はもう完全に構え方ちっちゃく構えてくれって。ああやっぱ違います。そういうキャッチャーの心遣いって。いや全然、だってキャッチャーで構え方みんな違うやん。で俺はだから組むキャッチャーには小さく構えてくれって、その方がそこに狙って投げやすいから。でも矢野さんはそうやっていろんなこうピッチャー見てこうしてあげた方がいいなとかっていうのをこう組んでそう変えたりとかしてるわけじゃないですか。まあそれもあるし聞くのも一番聞く。俺は自分から言ってたけど、言ってくれたらそれにもちろん対応するし、でまあ下柳なんかこれがまたベースやとしたら。これがベースやとしたら、こうスライダーってこう投げさそうと思ったら、ここによってこう構えたら、こっちに引っ掛けるか抜けるかどっちかしかないボールしかけえへん。これどうしたらええんかなと思ったら、体を真ん中にしていって、体を真ん中に置いてミットだけこうやって構えたら、すっごいここに来るようになって、右バッターの膝元でスライダー投げようとしたら、もうそこに投げたいから気持ちがうわーってそっちに行き過ぎて、引っ掛けるか抜けるかになんねんけど、俺が体真ん中に置いてミットだけそっちに行ってるから、一旦入っていってから最終的にそこやなっていうのがなるから、的が作りやすいですよね。肩のラインがこう初めからこうコースに行かない、入ってきてから行く、入ってから行くっていう風になった時に、うわめちゃコントロールええと思って。シモは俺が一番大好きなピッチャーやったんで。ああそうなんですか。もうやっててめちゃくちゃ面白い。もうあんだけやんちゃそうなやつが俺の際にはうんうんってうなずいて一生懸命投げようとしてくれるから、俺的にはまあシモに悪いけど可愛いっていうか、なんかなんとかしたいってこう思わせてくれるピッチャーやったから。でも俺と違うキャッチャーの時は普通にこうやって構えるっていうのはやっぱりピッチャー的には違和感感じるから、はい、だからだんだん組んでいくと、あこのキャッチャーに取ってもらいたいなっていうのは、やっぱりこう経験とそういう小さい積み重ねっていうか、なんかそんなもんね。最近でもやっぱり自分が先発だったらキャッチャーは誰っていうのなんか決まってるバッテリーが多いですよね。相性あるよね。だからレギュラーのキャッチャーっていう感じじゃないですよね。このピッチャーだからこのキャッチャーみたいな組み合わせの方が多いような気がしますね。今本当の1年間ずっと出るっていうキャッチャーはね、なかなかいないですよね。顔みたいなね、いないですよね。球児さんはどうでした？なんやろう。何してたんかも、何もしてんでも抑えてたからな高め構えてたら抑えてたからな、もうまっすぐって分かってても打たれへんからさ。いやあれはすごいね。そういうピッチャーの球を受けるのってキャッチャーとしてはどうなんですか？嬉しいものなんですか？いやだからもうね、よく言われてたけど、もう5回6回までが俺の仕事、789につながったらもう俺の仕事は終わったっていう。いやあの時の阪神はそうですよね。もう6回までの勝負ですもんね。そうそうそう。だからそこまでなんとかつなぐだけで、あとはもうこの3人が、まあ、抑えてくれるから、でも球児は球児でね、すごいラインは気にする。この俺が構えてて、こっちのボールは球児の多分基本線、はい、上原どっちかの基本線あんの？やっぱアウトローが一番練習してる部分なんで、でも球児も多分岸本ちょっと似てて、こっちに投げようとも多分行ってまうから、はい、インサイドのこのラインを出したくて、こっちのボールを大事にするのね、あいつは。投球練習の最初のまっすぐも多分こっちやったと思う。こっち投げてこっち投げてカーブ投げてフォーク投げて、最後軽めにポンって投げて、でこっちをすごい大事にしてたから。でも困ったらそのアウトローっていう言葉が昔あったじゃないですか。でも僕途中から困ったらインハイのがいいなと思って。深いね。もう途中からそっちになりましたね。深い。いやほんまそれはもうほんまありやと思う。ランナー1、3塁とかランナー3塁ワンアウト、アウトローよりもインハイの方が抑えやすいっていう気がします。あるあるある、はい、それってなんかきっかけあって気づいたんですか？いやでアウトローでもみんなが頭の中あるから、そこ結構バッターって目付けしてるから、そこでインコース来たらこうなる、でインハイってやっぱりゴロなりにくいし、内野フライの確率が一番高いところやから、やっぱりこう縮むやん。一番難しい、やっぱりバッティング的には。だからミーティングしても、どんなチームでミーティングしてもインハイアウトローってもう鉄板のね、まあ鉄板ですけどね、もうとこやから、でもそこを練習してないもんね。やっぱりアウトローになるから、 そこの意識を、ね、上原言ったようにインハイの練習をしたらピッチングの幅って俺ほんまに変わると思う。そこ今もしてないです、ね、あんまりないよね。で今インコースって投げにくいね、みんな仲いいから、そういうやっぱりあるねって、それが甘くなっちゃうんですよ。そう当てたらあかんっていう気持ちがあるから、まあ、当てたらごめんなさいいいのよ。いや俺もいいと思うけどね、勝負やから。それはもちろん骨折とかもちろん大怪我になることもねありますけど、それは勝負だから。そうやっぱりね、上原さんよくそのシーズン中にね、他球団の選手と食事行くとか。野手となん絶対行かへんよそんなの。いや俺も絶対行けへん。やっぱそうですか。キャッチャーなんか特にそうですよね。いや行かれへんそんな。だからなんかピッチャーとバッターが喋ってたら違和感あるもん。すごいあります。挨拶とか外野とかで同じ県とかで奈良県出身ですとかって言って挨拶行ってたら。大丈夫かなって。いざ投げ合ったら、投げ合ってからその対戦したらってなるやん。投げにくいんちゃうかなと。バッターの方がいいけど、ね、ピッチャーはもう本当バッターはむしろ仲良くなろうってするもん。まあそれはそうですよね。その方が自分が有利になりますよね。ピッチャーだからあんまり仲良くなったらダメだよ、野手と。時代がねちょっとね今ね変わってきてますからね。だいぶ変わった。そこはほんま変わった。つながれるようになりましたしね、 SNS あってね。あ、まあそうやね。それもあるし SNS もあるし、日の丸をの試合が多くなったっていうのもあるからね。それもね、俺らの時代で言えば一緒にやるって、違うユニフォームの選手らがやるってね、俺はなかったから。そうですね、挨拶すらしちゃいけないっていう教えのもと育ってたら違和感ですよね。そうそうそう。ああ、ええピッチャーね。大きい声になりましたよ。あの空気感がまだなんかワールドっていうかなんか自分の世界を持ってる。そうそうそう。あのムードになるとやばいよね。ああ。